京都をもっと元気に、京都にもっと活力を、京都のご当地アイドルはんなりこまちです。よろしくお願いします。皆様2024年明けましておめでとうございます。さあ、辰年が始まりまして、2024年はんなりこまちからこんな動画を出させていただきます。これの書き初めです。イエーイ。さあ、本年の一人目はですね、私おしゃべり元気担当のゆめかがさせていただくということで、皆様メンバーの個性豊かな書き初めを楽しみにしていただければと思います。早速まず私の書き初めなんですが、こちらです。じゃじゃん。自分に優しくでございます。まあ、私は自分で言うのもなんですが、頑張り屋さんなところがあるので、自分の体だったり心だったり、しっかり優しい気持ちで自分を大事にして、自分に優しくできたら人にも周りにも優しくできるなというふうに思ったので、2024年はまず自分に優しく、そして人にも優しくなれるように頑張っていきたいと思います。さあ、この動画みんなきっとね、毎年毎年面白い書き初めがたくさんなので、どんな編集になってるか、どんな書き初めが出てくるか、楽しみに最後まで楽しんでください。さあ、それでは次のメンバーへ行ってみましょう。皆様、新年明けましておめでとうございます。はい、ついに2024年になりました。はい、私もね、この新年の明けましてを言うのは3回目ということで、今年の抱負を述べていきたいと思います。ということで、今年はじゃじゃーん、開花自信という言葉にしました。どういう意味か、ね、漢字を見たらお分かりかもしれませんが、過去の過ちとかではないんですけど、至らなかった部分をね、しっかりと見つめ直して、新しい自分に進化変化していく一年になれたらいいなと思っております。というのもですね、今年、まあ、一応大学を卒業する大学4年生でして、4月からまた新しい新生活が始まるわけでございますが、新しい生活が始まるということで、心機一転、去年もね、心機一転って掲げてたんですけど、それ以上に今までの反省点とかを考えて、振り返って、学業にしろ、はんなりこまちの活動にしろ、いろいろと進化してパワーアップした姿を皆様にお届けできるように頑張っていきたいと思います。はい、長くなりましたが、今年もはんなりこまちのみゆをよろしくお願いします。やっほー、ゆみみんです。皆様、明けましておめでとうございます。2024年おめでとうございます。早速2024年の抱負を書いていきたいと思います。2023年は私にとってね、はんなりこまちを入った年でもありまして、先輩についていくぞ、技術を向上させるぞっていうのでね、もう前へ前へ、もう後ろ向かへ、全力疾走という年になりました。さて、2024年はどういう抱負にしようかな。ではね、ちょっと書いていきたいと思います。ゆみ、左利きやけど筆ペンやし、右利きで書くからちょっと汚いかもやけど許してください。いけました。ちょっと可愛くするわ。できました。どうでしょうか、見える？自画曲書きました。飛躍、はーい、私はね、飛躍、飛ぶように活躍するという字を書かせていただきました。羽をね、つけまして飛ぶ
ぶようにね、活躍して、みんなに、はんなりこまち、ゆみみんが広がるようにという思いを込めて、頑張るぞという気合を込めて書きました。2024年はね、そのはんなりこまちにも入らせてもらって、1年が経つ年となりますのでね、フレッシュさと元気さと、そこはね、何年経ってもなくならへんように頑張りたいと思っております。ではね、2024年、みんなと一緒に楽しい1年にできますようにと思いを込めて、ガオガオで締めさせていただきたいと思います。では2024年もよろしくお願いします。ガオガオ、バイバーイ。ヤッホー、こんにちは、小林です。明けましておめでとうございます。ついにね、早いことに年が明けましたね。小林の今年の抱負、書き初めはですね、オーバイ通りです。一発で読めなかった私は。で、この四字熟語の意味は、桜と梅と桃とこのリーガスモモって意味なんですけど、それぞれが美しい花を咲かせるように、自分と他人を比較するのではなくて、自分の個性を磨くことが大事っていう意味もあるみたいです。グループで活動してると他のメンバーと比べがちになっちゃうんですけれども、私はでも、今年はというか人生の中で、他の人の方がなんかいいなとか思うばっかりじゃなくて、自分のいいところも磨きつつ、自分を認めてあげるようにしたいなと思って、こちらを書かせていただきました。なんか俳優さんの名前みたいじゃない、通りさんっていうよねとか思いました。書いてから気づきました。というわけで、2024年もよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。せーの、あけおめラコラコ。あなたのハートにあざとかわいくズッキュン、はんなりこまちのあざとかわいい担当兼リーダー、クオンさくらこです。ということで、皆様新年明けましておめでとうございます。2024年もはんなりこまちを何卒よろしくお願いいたします。はい、今年もですね、さくらこが締めにご指名いただきましたので、僭越ながら書き初め小町の締めちょっと一筆したためようかなと思います。去年はですね、書き初め小町ということをすっかり忘れていて、なんか抱負をね、つらつらっと自分の言葉で述べたんですが、私のさくらこは大丈夫自分大丈夫です。段ボールに書いていきたいと思います。レッツ書き初め小町。はい、できました。難しいな。ということで、はんなりこまちクオンさくらこの今年の1年の抱負は、右肩上がりです。はい、イエーイ。ということでですね、そのために型を出してきたわけではないんですけども、今年は辰年ということで、辰がね、こう右の上にね、右上にぐん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 こう上がっていくように、はんなりこまちの活躍もね、より一層ますますの、進展を願いまして、右肩上がりというふうにさせていただきました。今年ははんなりこまち、5期生が入ってきたり、あとは妹グループのかぐや新選組ができる1年になりますので、こう今までとはまた違った新しいはんなりこまちになると思うんですけども、その中でもどん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 右肩上がりをしていくはんなりこまちを皆様にお届けできればと思います。てな感じで、リーダーとして締められていますでしょうかはい、私個人としてはですね、ちょっと自立したいなって。わお、これはなしでしょうかな。はい。
い、ということで右肩上がりの1年になるように皆様も、はい、ということでここまではんなりこまちの動画を見てくださってありがとうございました。この動画を見てくださった皆様の2024年も右肩上がりになること間違いなしです。改めまして2024年もはんなりこまちをご愛顧ください。以上はんなりこまちでした。また見てっておくれやす。バイバーイ。ズッキュン。最後まで見てくださりありがとうございます。この動画がいいと思った人はチャンネル登録と高評価お願いします。ガオガオ。